こんにちは、猫と海暮らしです。とある海辺の町で中古物件をセルフリフォームリノベに挑戦中、屋根の吹き替えを終え、今外壁の張り替えをしているところです。ボロボロの外壁を撤去しては、蜂やホコリ、その他いろんなことと戦いながらの DIY。 果たして将来家族と猫と海と快適に暮らすことはできるのか。アラフォー素人夫婦の無謀ともいえる挑戦の記録チャンネルです。
113と118円。おかしいね。私の測り方がおかしいね。あ？私の測り方がおかしいね。118、113、118。じゃあ、待ってよ。こんな感じ？隠れんな。今までの斜めぐらいで全然違うでしょ。切ってても思ったでしょ。113と118。測り方間違ってない。5センチなわけないもんね。ここちょっとしかかかんない。溶接は平気ですよ。本当にちょっとで1センチも測ってない。ミスできるかどうかで。立てていけろよ、うん、じゃあ、ボルトを避ける必要ない。そうかい。見えてないけど、ここ。あ、128なんやな。読み間違えたんだよ。そしてくれる方がいいと分かりよいか。133、あ、1325。メモった最初の長い方。18。本当に？本当に？ああ、確かに。10センチも間違えとったら大元なの。148よ。148よ。ああ。そうなんや、これはタイベックシルバー。こっちの方が薄い。洗剤用で糖質と防水で遮熱、そうで外壁の下地。はい、これを貼っていきます。タイベックね。以上、取り扱い注意。60日以内に外装施工を終了してください。うん、このまま働かせたらダメないね。それはそうよ。